メイクさんに髪の毛切ってもらいやがってこの野郎な。髪の毛切るぐらいええやないか。いやいやいや、メイクさんに髪の毛切ってもらってええやないか、うん、お前ぐらいだよそんなの。いまだにメイクさんに髪のな、もっと昭和のタレントだったらいっぱいいたと思うよな、うん、でももう今このせいな平成の時代で、はい、な、こんだけ経ってて、はい、な、バブルのタレントみたいに、うん、メイクさんに髪の毛多分切ってもらってるのなんてお前ぐらいじゃないマジで。お前聞かへんわな。ええやないかい。別に、ちょっとこう、ちょっと髪の毛切るのにこう、パンパンと、あの、メイク室で、あの、ちょんちょんって切ってもらうぐらい別に構わへんやない。お前、ハゲだぞ。おい、こら誰がハゲやねん、お前は。たまによ。ハゲちゃうわ。お前、ハゲじゃねえかよ。ハゲってどんなやつのことハゲって言うねん、お前。お前みてえなやつだよ。今日はハゲ。ワックスも俺、たまに不思議になるんだけどさ、お前さ、たまにテレビ見てんとさ、ハゲタレントいじるよな。あ、いじるよ。おめえがハゲなんだよ。ハゲちゃうよ。ハゲじゃねえかよ。ハゲちゃうよ。だってハゲてんじゃねえかよ。ハゲてないよ。ハゲてるよ、お前。ハゲてない。パーマも当てれるし、お前、髪の毛も止めれるっちゅうねん。お前、自分でオンエアチェックしてみろ、お前。お前がなんかね、兄弟座って下とか向いてる時に、ハゲてんだよ。ハゲてません。ハゲてんだよ。僕はハゲていません。お前、写メ一回撮ってみろ。ハゲません。ハゲてんの。今後一切ハゲません。ハゲじゃないんだよ。ハゲることもないでしょ。ハゲなんだよ。今後一切。残念ながら。ハゲることはないでしょ。残念ながらもうハゲなんだよ、お前。全然ハゲてないです。もうないやね。ハゲた覚えないです。ハゲた覚え。いつ何時もハゲた覚えないですから、僕。もうこいつ東京出てきてからハゲたなっていうイメージが全くないよ。イメージ湧かないですもん、ハゲてるイメージ。俺笑っちゃうんだよね、こいつ。笑ってしまうよ、俺をハゲやっていうなんて。ハゲいじりしてんの見ると得意げに。俺はね、ハゲだ、ハゲがハゲいじり。全然ハゲてない。得意げにできてんだな。お前、ハゲっていうのどういうもんか分かってんの、ハゲっていうのは。鏡ってないんだろうな。ハゲ、お前、ハゲのこと知らなすぎるよ。メイクさんも気使って誰一人いじれないんだろうな。お前ハゲだぞ。ハゲちゃうわ。ハゲだよ。100% のハゲてたらもっと端っこ歩くわ。堂々と歩いてるわ。いやいや、どこの局行っても真ん中歩いてどこの局行って真ん中歩いてるわ。俺がハゲやって、もし仮にハゲやったとしよう。仮にエレベーター使えへんわ。全部階段やん。お前ひどいこと言ってんな。お前エレベーター使ってええねん、ハゲてても。お前エレベーター使っちゃいけねえのか、この野郎。冬木さんこそハゲやんけ。だからお前は冬木さんと変わんなくなってきてんだよ。アホか、なんで俺が冬木さんやねん。元冬木さん。元冬木さん。なんでやねん。お前ちゃんちゃらおかしいからやめてくれ。ちゃんちゃら、俺が冬木さんやったら、俺は冬木さんのこと絶対そんなハゲやとかそんな言うたりせえへんて。違う、まあ冬木さんまで行かないかもしんないけど。そうやろ、冬木さんまで行ったら俺認める。でもじゃあお前がな、ハゲ芸人いじるじゃん、たまにな。この間のあのザマザイの時ともお前ハゲ芸人いじってたじゃん。ハゲやもん。だハゲだよ。でもお前もハゲなんだよ。これはハゲとちゃうんで。これはハゲてないって。お前、ごめんなさい、これは残念。残念。じゃこれはハゲてなくてごめんなさい。芸歴でいじられへんけど。ハゲてなくてごめんなさい。芸歴でいじれないけど、しかもやっぱナインティナインっていうブランドがあるから、みんな心の中でハゲた覚えがない。パプラさんいじっていいのかどうなのか、病気上がりだし、いじっていいのかどうなのか、このままハゲで、ハゲで発達して病気が再発してしまったの。全然そんなことない。みんながあるからな。全然誰も触れないんだけど、なあ、ハゲてるレベルが違うもん。いや、ハゲのレベルが違うもん。スタッフも視聴者も全員心の中に突っ込んでるよ、お前。いやいや、お前だろ、それやったらもっとネット荒れてんのちゃう。ネットちょっと荒れたからね。荒れてんじゃないの。ネットちょっと荒れた。俺は見方わかんねえけどさ。ハゲでかい。そうだよ。ハゲでかい。そう、ツイッターでみんなチーズ。ハゲでかい。わしのハゲでかい。そうだ、お前のハゲでかい。グルナイの映像でね。いや、絶対ちょっと、ちょっと荒れた時期はあってんけど。あれは悪意があるから。ありましたね。あれは悪意があるからや。俺がなんか、その、ローション塗られてな。髪の毛むしられたんや、インド人に。むしられて。グルナイで。それをなんかアップしよって、あれに。オールバックにして。そのグルナイのスタッフが悪ふざけで。あ、なるほど、なるほど。じゃあ、それが、スタッフが悪ふざけふざけするってことは、スタッフももう笑いにしていきましょうっていう、そういうことなの。そういうことなんでしょ。丸高志、残念ながらそこでアップされちゃうってことは、お前はハゲてんだよ。申し訳ないけど、これは、俺はもしこれほんまにハゲてたら、もうタレントじゃなくて、じゃあ友人として言う。ボタンなる親友として友人として言う。残念ながらお前はハゲてんだよ。嘘って言え、嘘って言えって。
親友やったら。先輩。悲しいやな。出川先輩。悲しいやな、これは。あげてないって言ってる。いや、俺も言いたいよ。すごい。生きにくい、正直。五反田生きにくい。俺もすごい言いたい。俺もお前、ハゲてんのに、ほんなら五反田のポストの前で立っとったんだ。そうなんだよ。話の人来るまでな。ええねん。ハゲてても待ってて。お前は帽子かぶってな。暗いとこで待っとるんだけど、わしハゲとんのに。そうだよ。だから俺あん時、今だから言うよ、はっきり。あん時からなんでハゲてんのに帽子かぶんねんだって。思ってたよ。今だから言うけど。わし恥ずかしいやないかい。いや、そうなんだって。ハゲてポストの前で堂々と立ってたんかい。じゃあええねん。ハゲてても、ポストの前で立っててええねん。さあがすぐお店の人が声かけてきたんかい。エレベーター使ってもええねん、ハゲてても。取り方間違うのよね。ハゲてるとなると。もうほんだ、ラブホテルも俺ほんだ、もう、一階やわ。ええー、ねん。二階や。本来どこやねん。二階止まられへんわ、もう。ないなハゲてんねんと。二階で。それハゲてんねんともう二階止まられへんわ。二階で止まってもええねん、ハゲてても。101しか無理やわ。わかったわかった。じゃあお前ハゲいじりしてもいいけど、ない。芸人のハゲをいじってもいいけど、うん、な、心の中で思いな、俺もハゲてんだって思いながら、いじれよ。あもちろん。それはそう、そういうことにしよう。それならいいよ。面白いね。助かったよ。さあ、出川さん。はいはいはい、今年はちょっと。俺がハゲてたなんて。今年は、岡村さん。俺がハゲてたなんてね、こんな、2011年のこんな最後にね。本人気づいてませんでした。岡村さん、ハゲてるという話で、ね、はいはい、今年は、ね、終わろうと思います。まあいいんじゃないですか。その、だから今、交際宣言した噂の彼女も、その、ハゲてるお前さえも多分好きになってる。受け止めてるから。そう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 。受け止めてるからね。いいんじゃないですか。ということで、出川さん。はい、今年は以上です。はい。出川さん、ハゲたらどんな髪型にするんですか？いやいやいや、もうハゲだけ勘弁してくださいよ、先生。シビでデブでハゲになったら、もう最悪ですからね。三十句ですよね。三十句、三十句。神様に感謝しや。シビでハゲてたらもう最悪ですからね、先生。そんなのやだやだ、俺マジでマジで。そんな人おったらどうするんですか、近くに。で、いないでしょ、ほんなチビでハゲなんて、ほんなの。しかも腹もちょびちょび出てきたなって言ったらもう最悪だよ、もう。三十句だ、三十句。三十句。ボコボコにしてやる。ボコボコにしてやりたいお前をお前なんかほんま先輩じゃなかったらほんま今日終わってからでも説教したいぐらいあんなん言うとあかんねんなんかお前今日調子いいな何かな何調子いいな日によって全然違うもんな日によってまた恐ろしい時あるもんなこれ前なんかで俺携帯で撮ったじゃん一回なんか恐ろしい日あったもんなちゃうねんあの、なんちゅうのこう、いろんな整髪料バーってつけられた時はそう見えるだけやがな。今日調子いいじゃん。バレてないじゃん。まあな、ちょっとこう。からだからいつもお前さ、テレビ出るときそのインカム、あの、耳のインカムつけて出れんじゃん。そからそんなバレないから。その、今つけてるラジオの。隠してるんだ。そのヘッドホンつけてテレビ出れんじゃん。そしたらバレないもん、お前。なんでわし、一日中ラジオやってなあかんの。テレビ出ながらなんでラジオやってなあかんの。まあまあ地肌見えたそうそう実はねいやね僕はもういいですよもうハゲんやったらハゲやがれっていう気持ちであのいてるんで、全然いいんですハゲたって本当にいや先生、ね、あれヘッドホン取ってくださいすごいですよいや今日調子いいあ今日調子いいないやいやてっぺんから見たらすごいですあほらほらほらつむじでかでおでこも結構おでこもでかおおなんかいい感じ下向いて下向いて下向いておおやっぱハゲてるないやもう岡村さんはもうかなり絶倫な感じですねそうそうなんですよそうなんですよあのほんまにハゲたっていいんです僕これでも先生ね、女性から見てどうなんですか？薄くなってきてる男性とか。いやー、あんま気にしないですけどね。男性が気にしてるほど、女性は実はそんなに。そんなに、まあ、あの、どっちかといえば、まあ、なんか、無理やり隠してる人とかが、うん、なんかちょっと、なんか、溢れたらあかんのかなって思うけど、割と堂々としてる人、別に岡村さんそうでしょ、ね、お前何ニヤニヤ笑ってんの？ネットンで無理やり隠したり、なんかすると、なんかちょっとやらしい、なんか、ね、なんか気持ち悪い。ラジオやからつけてんねん普段からこんなんつけて歩いてんねんハゲ隠すために俺こんな、片方だけのヘッドホンつけて歩かなあかんねん何に繋がってんねんこの行動おかしいやんそらそらおかしいわオールナイトニッポンはずっとこのスタイルでやってんねんこれ隠してへん何もうん写真撮んな載せんなよホームページにお
前愛した人がな、うん、もし本当にできたとしたら、お前の、うん、な、おちんちんって放送禁止じゃないよね。おちんちん、かわいらしいからいいんじゃないですか。放送禁止だったらもうアウトやから。生放送禁止やねんか。危ない。その前に止めないと。危ない危ない。おちんちんを絶対かわいいと思ってくれるの、愛おしいと思ってくれるのよ。うん、おちんちんをそう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 。うん、もちろん、お前の見た目もそうなんだけれども、うん、でも、おちんちん、そのハゲもな、うん、ハゲさえも愛おしいと思ってくれんのよ。優しいね。そう、好きになったら。お前、チンポみたいな顔してる。お前、ハゲてって、お前。もうなんやねん。俺、チンチンとハゲと喋ってんの。俺、チンチンじゃなくて。チンチンと、チンチンとハゲ。そしたら、な、うん、そしたら、お前は、その、好きになった彼女の、その性器さえも愛おしいと思えないで、うん、何が愛だって話なんだよ。それお前じゃ好きになった聖地さえもそれ好きだって愛おしいと思えないの、うん、そこさえも気持ち悪くて僕は舐めれません。僕は舐めれません。ハゲてますからって言うのかよ。俺、なんでそんなおまけついとんねん。なんで急におまけつけんねん。おまけハゲ。言うのかよ、だから。おまけつきやめろや。いやいや、だから言うのかって。言わへんよ。だから、仮にもし、本当に僕が好きになった人が、その、舐めてくださいって言うのやったら、ちょっとまあ、ペロッとするかもわからへんけど。そうや。ペロッ。おい、お前は会話に入ってくる。お前なんかのと食パンやろ、食パンにマーガリン塗ってるだけやろ。入ってくる義務が出んだよ。わかったか。お前は結婚した人しかわからない。話せないんだから、お前は。食パンにマーガリン塗って食べちゃいます。お前はハゲてりゃいいんだよ。お前はハゲてりゃいいんだよ。お前はハゲてりゃいいんだよ。お前ハゲてりゃいいんだよ。またハゲたら。ハゲていません。お前またハゲかかっているだけです。お前この間旅だろ。ハゲかかってるだけ。びっくりしたんだよ。俺はハゲかかってるだけ。お前なんで誰も困らないのかなって。ハゲかかってるだけです。確実にハゲてんだよ。ハゲてます。じゃあ頭が割れてたんだよ。ごめんなリスナー。頭が割れ、そんな完璧な彼女だったら喧嘩に、彼女が原因の喧嘩ってないでしょ多分。でその喧嘩の過程で、いやそらあるやろ。だってな、トイレでもうんこした時にちょっとだけこううんすじポンってついてるとかやな。そんな理由はない。次自分が彼女のうんこが、自分がトイレ行こう思った時にそうポーンとこう一本さこすったやろ便器に、うん、そんなんやったらまちょっとやっぱ嫌やん。それは怒るやんか。彼女のうんこは見たことないな。ほんとすごいな、うん、お前ってさ、ほんと小学1年生で止まってんのかな頭が。だからハゲちゃうのかな。ハゲてますね。だからハゲちゃうのかな。お前意味わかれん。小学校1年生で止まってるからなんでハゲんねんな。42、3でちゃうやろ。でも出川さんってもう朝起きた時ほんとおじいちゃんの匂いし始めてますよ。いや、ふざけんじゃねえよ。誰がおじいちゃんなんだよ。朝起きた時って腰叩いて目覚めるでしょ。ああまあまあ腰はね、うん、うん。その辺も含めですけども、うん、おじいちゃん的な香りはし始めてますよ。ああそれを言うんだったら俺も言わせてもらえよ、うん、お前も朝相当なおじいちゃんだぞ、うん、まず髪の毛がもう半分ないだろ。アホなこと言うな。半分なかったらお前そんなにない。お前半分ねえじゃねえかよ。もう髪の毛半分なかったらみんなもうクスクス笑うやろ。だから俺とか笑ってるだろ。半分ないってどういうこと。お前自分で気づいてないの。半分以上あるわ。今はセットしてるからいいけど、朝はお前ボッサボサになってるから半分ないんだよ。髪の毛寝癖やろ。それは寝癖じゃねえ。だから寝癖だけど、寝癖がもうハゲちゃってるから。撤回しろ。半分っていうのは撤回しろ。半分だよ。半分ってことない。リアルガチの話で、お前半分ねえんだ。謝れ。いやこれは絶対謝れ。俺半分以上ある。これは絶対謝れ。俺は半分なことない。岡村隆史、嘘つくなお前はよ。半分やったらもう、半分やったらお前もう本当は半分ないって気づいてるから。俺はもう半分なことない。半分やったらどっかよ。いやいやいや、気づいてるだろ。半分って誰ぐらいよ。え？誰ぐらい半分。半分、示談とかやろ、半分言うたら。ああ、示談とか。示談まあ結構ないけど、ね。まあ示談はもっと、示談よりはちょっとあるけれども、さすがに。あるやろ。あ、短したら、そう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 。示談に近いっていうこと？誰だろうな。あ、まあ、ぬくみずさんよりは確実に。違う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 。
でね、お前朝ヌクビルさん、ヌクビルさんと同じやったら俺おかしいやろ。いや違う違う、朝だよ、朝の話して。朝なんで俺がヌクビルさんやねん。なってるじゃねえか本当によ。お前の朝本当に鏡見てみろ。ヌクビルさんの写真と比べてみろ、変わんねえんだよ。寝起きは見てないな、そういえば。お前ほんま見ないでしょ、はい、濡れたとこはある、うん、濡れたら結構スカスカになる、うん、朝なんかお前足の親指みたいな顔してるくせにやな。誰が足の親指だお前よ。俺なんて基本変わんない。俺が変わんのメガネかけるぐらいで。メガネかけたらひどいよ。いやそれだけじゃねえか俺が変わるの。メガネかけたらそれ言い直せちゃんと。いや言い直さない。言い直さない。毛半分しかないっていうのは言い直せよお前。だからしょうもない。これは髪の毛半分や。これは絶対謝んないよ俺は。謝れよお前。謝んねえ本当の話。それが関係半分や、ね、お前本当のこと言え。気づいてるだろ。気づいてるだろ。おい。うわ、かっこいい指さしてるラジオで。ああ、頑張れ、高橋。今ラジオで指さしてるよ、デカ鉄を。お前がそんなに言うんだったら俺は言うぞ。お？おい。なんか持ってんのか？俺は、ちょっと今回、情報を仕入れてきたんだよ。何の情報？何？え？髪の毛の話？髪の毛の話。おい、頑張れ、高橋。何やねん。お前よ、リスナーに謝らなきゃなんねえことがあんじゃねえのか？リスナーに土下座して謝んなきゃなんないことがあるだろう。胸に聞いてみろよお前。何の話やねんお前。土下座しなきゃなんない。あ、リスナー裏切ってるなーって思いながら。裏切ってる？裏切ってるなーと思いながら喋ってただろこの 1,2 ヶ月。岡村隆史は裏切らないですよ、リスナーは。それでやってきたんやもん。謝る、お前心当たりあるだろ。あら、謝る体制に入ってんのか。謝ります。え、認めた。ちょっと待ってよ、何したんよ。ああちょっと今、いや自分からリスナーこれ録音しといて。はい、認めたな。2013年の最後に何をしたか。じゃあ自分から謝れ。重大発表があります。自分から謝れ。非常に言いにくい話なんですけども、この2013年、うん、出川さんが、おっしゃってたように、はい、薄毛気になり始めていました。それは言ってたやん。はい、うん、言ってた言ってた。でハゲるなら、うん、ハゲやがれと言ってた言ってた、いうふうに言ってきましたが、うん、ハゲたくありません。その一心で、うん、どうしたの。病院に駆け込んでしまいました。誠にどういうことよ。薬飲んでんじゃねえぞ。ほらハゲ薬。おい、これは謝らない。あ、岡村隆史、これは謝らない。お前は長い間リスナーに何を言われたってや、ハゲたらハゲてそれがかっこいいんじゃねえかとか言ってた。散々言ってたよな。ずっと言ってたよ。しかもなんかこのオールナイトニッポンの作家さんのハゲた方、ハゲた方っていうのも顔面狂気。顔面狂気に帽子取れって。あいつが半分やんけ。あいつが半分やんけ。あんな感じ、あんな感じ。じゃあ顔面狂気にキャップを取れ言うてんな。そうそうそう。ハゲてる気にしやがって。なんでハゲの恥ずかしいんだお前。帽子取れとかなんとか言って帽子も取らせてたらしいじゃねえか。怖いわもう。ええ、うん、そんなハゲることはカッコ悪いことじゃないとか言ってたお前が。ああ、何毎日こそこそ薬飲んでんだよ。ああ、お前俺かってどんだけの屈辱やった思てんねん。病院行って前髪上げた写真とやな、この脳天のところの写真撮られてやな、これからちょっと診断しますんでって、うんうん、こう言われとんねんこっちは。ちょっと教えてよ、先生に言われたこと教えてよ。いろいろ説明受けるんでしょ。なんか先生に、なんていう、診察で。あのね、これは考え方ですと。うん、岡村さんの今のままでも別に、僕は、先生はよ、うん、僕は、ハゲではないと思います。なるほど。年相応の、髪型、やと思いますと。43でなる人はなる。そう、43でなる人はなるし、もっと若くして、うん、ハゲられる方はおられますけれども、そらそや、岡村さんが、その考えられる、うん、その、43歳っていうのを、うんうん、は髪型で言うとどこにありますかと。ああ、なるほど。いうふうに聞かれて、いや、
僕が思ってる43歳よりかは少なめではないかというふうに正確に答えたんや、はい、思いますって言った。あ、ならばしょうがないですねって言って、あの地道にやっていきましょうって言って、うん、ね、なんかその、なんやシャンプーやらその頭に塗る育毛剤やとかそういうのをこう支給されてそう、だからまあなんていうのかな、こう普通にしてたら、うん、あの人間まあそうやって歳行ってくると絶対それみんな抜けていきますよ。でまあ、あのそういうのを始めた方の資料みたいなのがあるんですよ。うん、ほんでまああの岡村さん43歳って言うんで、うん、そういうなんていうんですか、地道に治療し始めた方の、うん、写真ですけどもって言ってみたら1ヶ月2ヶ月3ヶ月4ヶ月5ヶ月6ヶ月ってあって、おうおうおう、変化をね、そうそうそう、それ見たら、うん、結構さっさってなってたから先生にすいませんと、僕もこうなりたいですいうふうにあのお答えしたんです。これ顔面ショックやな正直な、俺はちょっと切ない顔してる裏切り者、それはそうでしょ。だってあんね相当言ってたらしいじゃない。相当言ってたよ。何が恥ずかしいんだボストレとか言ってた。かわいそうやったもん俺その時。ああそう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 、無理やり取らされてええやんと思ってへんけど、そりゃショックやわ。えらいの言わされたななんでお前人に対してそんな厳しいのに、うん、なあ自分だけ何こそこそやってんだって話ですよおいおいおい、それお前さあ出川哲朗リードか。いやもういやいや今回はもう干渉でしょ干渉。お前やね、言うたな、もうセックスの話とはかけ離れちゃったけどまあまあまあじゃあ髪増やしてセックスしたいんですもん俺はな、これからやっぱりこのモテたいね、まだまだ、うん、まだまだ全然モテたいから、うん、やっぱり K って必要やねん。いや俺にとったらそれを散々けなんて必要ねえじゃねえかって散々、じゃあなんでそんなことだから今謝ったやんけリスナーに全国のリスナーに謝ったやんけ、申し訳ない申し訳ない、土下座しろ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 、ちょっと取っとこう取っとこうかやちゃん土下座してるから、まあ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 、まあ、これはしょうがないね、うん、もうこんだけ何年間も嘘ついてたんだからこれはもう土下座でしょ。これは申し訳ない本当に、いやこれはもう土下座でしょ。でもこれ岡村さん生えたところでね、はい、さっき断られた女性いるでしょ、うん、出川さんの話した、ああそれでも断られたらどうしよう。でもう一回出ましょう。俺はだからふさふさになってあの天使の前に現れてやな、これでもかって言ってやんねん。あの天使さんにもう一回出ましょう、もう髪の毛増えましたって言って、先輩に言うて、そうそうそう、もう一回ちょチャンスくださいと、あの半分しかなかった髪があの戻ったからあの天使さんもう一回いいですかって、それやろう、その半年後に会えた時にね、そう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 、それでもうもう一回、その時はもうやられたらやり返す、倍返した。その時に言う。その時に言う。じゃあちょっと新鮮でおもろいかな。その時に。その時に俺言ってやるから。さあ爆弾が出ました。さあね岡村さんの土下座の映像がねホームページに映ってますんで、ね。わすごい、もう、はい、見れるんだ。はい。オールナイトニッポンドットコムから番組ホームページ行ってください。顔面もすまんかったね。これやべっちどういう反応なの、みんなはちょっと裏切られたよ、うん、小村隆っていう感じなの。いやあるでしょうね、その事件に対して。まだそのメールは来てないんだ。顔面にな、そういうのも多分あると思いますね、いっぱい、うん、来てる。顔面にええ帽子こうたるよ何でもいい、ハットでもキャップでもニット帽でも何でもいい。お揃いの買ってもうたら岡村さんとな、自分の、あなんかほんなら二人で買いに行こうか、帽子な、帽子買いに行こ う, うわ、もうすげえな、もうこの土下座写真がもう見れるんだ。そうなんですよ。わすごいな、どこに感動してんので。いやいや今の社会は早いね、今の社会は、うん、そうなんですよ、はい、これこれこっち行ってみますか。じゃあこれ行きましょう、はい、ラジオネーム秒針。僕はこの番組をもう15年ぐらい聞いているヘビーリスナーですが、うん、初めて本気で思いました。岡村さんに裏切られたとがっかりですよ岡村さんのバカハゲロ
これは正直な声かもしれないですね。このヘビーリスナー。リスナー一人失ったけど、ボーボーになったるからな。リスナー一人失ってしまったけど、その分ボーボー。リスナーがき、リスナー失った分だけボーボーになってやるから。ボーボーもどうなんや。それね、ボーボーボー、もしボーボーになったら、なんていうことしてたの？何が？なの岡村さん最近ボーボーじゃないですかって言われたら、なんて、そう、なんて答えようとしてたの？いや、そんなわさーってなるわけちゃうから、うん、徐々に多分生えてくんねやろし、生えてけえへん場合もあるから、うんうん、だからそのまま生えてけえへんかったらそのまま何も言わんとこうと思って、うん、ある日多分相方とかがあれってなった時に、一回ちょっと相談しようかなと思った。その時にやべっちに何て言おうかって言おうと思ったんだ。ほんでもうマネージャーとかにも、相方ちょっと気づいてるかな。いやもうそろそろやばいみたいですよってなんかっていうのやったらまあ相談してどっかでバーってこう実は言うて、ね、これだから個人差あるのでね。そうやねん、こういうお薬もやっぱり、うん、でまたそのなんちゅうのあの育毛剤とか毛ベタベタになるから、それが不思議なのはさね、なお前はさ、うん、笑いに対してさすごいさ、うん、なんていうんだっけ、そういうストイックじゃない、笑いに対して出てけんかった。あのそれはすごいじゃん。いや、俺別にストイックやないで、ね、今までストイックやったかもわからへんけど、もうストイックやと、もうしんどいから、まあね。ポンコツにこう、どんどんこう、シフトチェンジしていこうと思ってんねん、もう。年もいってくるから。だからそういう意味でね、うん、俺が歯抜けたのも、別に狙いでも何でもなく、うん、ほんで、いや、入れなきゃいけないな。歯抜けんのと毛抜けんのちゃうねん。いや、俺はね、別に、あの、現場で笑い、大爆笑になるよ、正直、スタジオで。でも本当にね、あの、歯医者に行く時間が全然なくて、うんうん、何度もポロポロいろんな番組で撮れちゃったんだけど、うん、でも結果大爆笑になって、うん、ちょっと、あの、逆に、あの、取れてよかったなみたいなとこもあるじゃん、うん、医者あの歯医者行けなくてよかったなっていうのもあるじゃん、ね、そう、ね、結果お前はねその宝を持ってんねそのなぜなら髪が半分ないんだから。あるっちゅうの半分以上。これは笑い的にはもう宝じゃん。ちゃうねそれな。歯取れんのもさ、一時的にはおもろいわ。それずーっとやり続けてみ。もちろん。そやろ、飽きられるやろ、うん、俺かってハゲになった。うわ、ハゲになった。うん、ね、うん、それ、最初のうちはおもろいかもわかんない。それ、うん、でも、普通やもん、ハゲてもたら。いや。で、それ、ズラかぶってやで。ズラかぶって相方にパーン叩かれて、ターンと飛んでいくんやったらええで。そやけど、そういうわけにもいかへんからやな。うん、まだ、できる限り。このちょうど今具合が超面白いわけじゃん、この。この半分ハゲがやっぱ超面白いわけじゃん。半分ハゲって言うんだよ。そう、うん。これ、この宝をなぜ自分から放棄するのかなというのは、すごい正直ある。まだ可能性があるならば。モテたいんだ。まだ、ハゲないでいられるならば、させてください。お願いです。土下座、2回目の土下座。かよちゃん。覚えさせてください。2回目の土下座です。すごいな、この笑いにストイックな岡村隆が深めの土下座。そう、モテるを選んだね。いや、復帰後変わったんすよ。おそらく亭主関白やから、ほんまのこと言うと、だからもうお父さん見てたわかんもん、岡村さんの。ああ。ガチンそっくりやから。あ、お母さんも、あ、お父さんも半分ないの？違う、性格。あ、性格はね。お父さん見た目はあるっちゅうね、うちの親父。うちの親父はもう肺炎じゃないんだ。よかった。覚醒とかも言うから。ああ、じゃあおじいちゃんが。かもしれない。うちの親父も早い時からもうあれやで。あの、洗面台のとこも多いだったもん、髪。ああ、やっぱお父さんが。そう。やっぱりしっかり、ね、ちゃんとしてはんねや。これか姉さん気質の人、逆に一歩下がってっていうより、あの、柴崎和歌子とか。怒ってくれる人が、ね、怒ってくれる。もう、ちょっと頑張りなさいよ、ハゲてんだから、じゃないけど。尻を叩いて。お前、ええ加減にせえよ。尻を叩いて。俺の弱点見つけたみたいな。この野郎。ヒロさん、どれぐらいハゲてるんでしょ。いやいや、半分。謝れ、それは撤回しろ。だから、いやいや、マジな話、若子みたく、尻を叩いてくれる、俺奥さんの方がいいような気がするんだよね。どっちかやね。そう、そこを遠慮しちゃって半分ハゲてんだから、って言えない奥さんよりも、お前は半分ハゲてんだよってはっきり言ってくれる奥さんの方がいいと思うんだよね。一歩下がってるか、そう、ちゃんと。そう。俺あかんって、そんな、お前半分ハゲてるんだから、もう、撤回しろってなるの。どこ半分ハゲとんねんって言って。そんなんなってまうよ、そんな。ラジオネームトンボ。
岡村さん、はい、リスナーとして寂しいです、うん、なんか悔しいです、うん、でも応援しています。僕らはどんな決断をしようとも岡村さんの決めたことを応援したいです。頑張って髪の毛ふさふさになってください。ありがとう。このようなメールも届いております。もう本当に半分ハゲてるって言うたやつにボーボーになって倍返しだジジジって言わしてやるからなお前。だ来年のあったかくなった頃とかだから分かんないですよね。だ半年後ぐらいに一回ちょっと声かけてみてよあれお前って変わってねえなーっていうのか、それともあれなんか来てんなーって言ってくれたらそれで、うん、そうやそうやね。もうこれはもうしょうがない。それでもあかんかったらほんまにもうあれやわ、坂東英二みたいに植毛するしかないわ経費で落ちひんで、経費で落ちひんけど、もうそれしょうがない、しょうがないけど、それはもうちょっと植毛させていただく、うん、声を大にして植毛しますっていう今度はこそこそせえへんそうやな、リスナーに本当悪かった。ほんでこそこそはちょっとな、で年明けに顔面と一緒に帽子買いに行くことになったからええ帽子ハットが欲しいって言ってるから、顔面が、ああそう買ってあげよう、うん、一番ええハットな、こうだな、お前がこれがええっていうやつな、もうそれは買うから。だって顔面キャップずっと取ってきてんねもうすごいよ顔面は、すごい。これほんまにもう申し訳ない、顔面に一番ええやつ、テンガローハットみたいなああいいね、うん、なぎら健一みたいなだからちょっと岡村さんの髪の毛も皆さん注目しつつ、はい、来年もよろしくお願いします。ありがとうございました。ラジオネームランマー28分の1さんからいただきました、はい、10月からのオールナイトが岡村さんと聞いて安心しました、うん、次のオールナイトで岡村さんの結婚発表が聞けたら良いですねって。あほらもう次はここだよ。そうやねな、お前モテようとしてな、わけわかんない薬まで飲み始めてな、お前散々さ俺にさ、俺がちょっとハゲたらやだみたいな話したら、でもさ何言ってんすか、ね、チビデブハゲ揃ったら最強じゃないですかとか言ってた、言ってた男が、お前がやめろ危険ドラッグみたいな言い方すんなこんなハゲ治療こらいやいや、それをやってることは批判しないよ、やってる人に対して、でもお前は散々ハゲ美味しいじゃないですかとか言ってた薄らハゲのお前がお前が自分でやり始めて、なん、お前どうしたんだっつったら、ディアス、俺やっぱモテたいっす。モテたいっすじゃねえだろ、お前。ある日、だから俺はそれほんまに思ってたよ。ハゲた方がおもろいねんなと思ったけど。絶対そうじゃねえ。ラジオなんかハゲてたって仕方がないやないか。見えてないねんから。それやったらさせんのええやんか、ラジオ続けんねんから。いや、それイメージは、イメージはあるよ、リスナーに。いや、あるよ、あるよ、イメージは。そう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 。うん、ハゲてたって、ハゲじゃなかったって、ラジオはええやないか。別に。いやもうお前じゃないよ、ハゲてない岡村隆史なんて。またいつもの話。お前なんか人間ドック行ったらしいな人間ドック行ったよ。だってそれはもう、だってあれや、もう40超えてきたからね、体もちゃんとせなあかんから。そんならなんか胃とお尻は、うん、今んとこ大丈夫だって言われたらしいね。明日結構、うん、3年ぐらいもカメラ大丈夫ですよ、それぐらい綺麗ですって言われましたよ。ハゲはバレないの人間ドックって。はハゲはほらお前さ、うん、薬とかさ、なんかいろいろやってごまかしてるじゃん。でも人間ドックのさ、うん、ああやってさ、スキャンとかやったらさ、うん、あれこいつハゲてますよ。スキャンでお前ハゲんのがわかるわけないやろ、実際に生えてんのに。いやいや、バレんだろ、絶対に。なんで生えてんのにスキャンして、ハゲですねってわかんねん。元の本当の、髪かどうかわかるから。本当の毛やわ。植えてるわけでもない、生えてきて。バレただろ、お前、看護師さんとかに笑われただろ。全然。ハゲてますよ、こいつ。言われるわけないやんけ。絶対言われただろ。言われるわけない。正直に言ってみろ、お前。笑われてんだよ。自分の毛が生えてきたのに。お前、スキャンの写真、レントゲン見させてもらってみな、頭ハゲてるぞお前別にな、スキャンはな、ハゲかどうか確認するやつちゃうねん。そんなために人間ドック行ったんちゃうねん。頭になゼリー塗られてエコーで調べんのちゃうねん。お腹やねん。そんなわかるわけないの、誰もそんな言わねえんかったわ。いやいやいや、今の進歩してるからこいつハゲてますよ。本当ハゲてんですよ。ハゲてないねん、もう。違う違う、だからそれは偽物だって。もう生えてきて偽物ちゃって。偽物ちゃうねん、生えてきたんやっちゅうねん。違う違う、本当の本質的な
神かどうか多分今の、医療にはバレるんだって。これはほんまの自分の毛が、薄くなってた毛がほんまに生えてきて、植えたわけでも何でもなくて、実際本物の毛が生えてきたんだ。お前なんかさ、自分でま、治ったみたいな感じしてると思うけども、お前、見た目はそうだけど、お前心のハゲだからな、一生。心のハゲってどういうことや？もう一生、お前の中では、な、もうその偽物をつけてることであって、な、心ではもうずっと永遠のハゲだからな、お前は。永遠のハゲとか言うけど、俺、意外ともう、笑顔とかも増えたぞ。何笑顔は増えたって何プライベートであんま笑えへんかったけど、仕事とかでは笑ってたけど、俺、プライベートでよう笑うようになったぞ。で、よう喋るようになったわ、プライベートで。お前気をつけろ、明日人間ドックの結果。ハゲですね。岡村さんやっぱ、ハゲですね。って言われる。その危険すごいあるからな。気をつけろ、明日。ボンネットに重くそタン入ったのかな、お前のポルシェに。それ、ここ、スキャンしても分かりませんのでね、全然僕はもう生えてきましたんで、そんなんええねん。お前二十何年間ずっと風俗の話しかしてないんだよ。それがなんかあかんのか？いやいや、だからこの人のテンガリン君の言う通りで参考なんないんだよ。なんで風俗の方は参考にならないのですか？風俗の話もいいけど、お前の話は風俗に行く勇気がないのですか？全部お金が発生してんだよ、お前は。お前はだから CT スキャンでハゲだって見つかるんだよこの野郎そういうところだよ、お前の。見つかってへんわ。見つかってるわ。明日言われるぞ、お前。それは彼女できたら、それはリスナーにちゃんと報告しますよ。オナリーもピシャッてやめます。彼女できたら？うん。もうカランとかも使うのもやめますよ。五反田行くこともないでしょうし、そうなってきたらね。まあ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 、まあお前にできねえだろうけどな。なあ。明日だってバレちゃうもんな、人間ドックの結果でよ。なあ。お前、CT ハゲだって。CT ハゲじゃない。スキャンハゲだってバレちゃうな。CT ハゲってなんやねん。明日バレちゃうからな、どっちにしろ。なあ、小僧気をつけろよ、お前。よっぽどあなたは僕が毛が生えたことを、悔しいんですね。悔しいんじゃなくて悲しいや、はっきり言って。お前とな、プールとかやっぱ海のロケやった時に上がってきた感じのあのハゲさ加減が俺は大好きだったの、はっきり言って。それを見れないっていうのはね、俺は正直言って悲しい。いいですか？芸人である前に一人の人間です。いや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 、お前は。ハゲてたらモテないんです。いやいや、違う違う、お前はそんなモテるモテないよりもハゲを笑いを選んで。モテたいんです。出川哲朗さんでした帰れ失礼じゃあ行きますか。小僧だよ。はい。はい、私行きましょう。お前ロックじゃねえだろ、全然。ロックだよ。いやいや、まず生き方もロックじゃねえじゃねえかよ。生き方がロックなんだよ。俺は。まずロックンローラーは、お前。あれ、入れて。母ちゃん。あれ、あ、決まってんだ。うん。何や、あれ決めてて、いつもここで歌ってるみたいな言い方やの。入れちゃって。はい。まずロックンロールがハゲてるってところが問題なんだよな、本当に。俺これ入れてください。では、なんか、ハゲ方ロックでしょ。最近ハゲ方ロックでしょ。いや今日あんまりいない、うん、今日のね、うん、今日のぐるなえのコントのもう、岡村隆史の、もう、髪型が、もう、あいつらわけの、ひどすぎて、それは俺もちょっとびっくりしてた。俺だって師匠って言われる日来んのかな？もっとハゲたら言うてくれるかな。ああ、いやいや、もう、じゃあ、もっとハゲたらじゃなくて、お前ハゲてるからさ、今日本当にぐるなえの、タマさんの前でやったコント見て、俺びっくりしたんだけど、俺もあれってなんで誰も注意してあげないの？あれかわいい、あれぐるなえのスタッフもやべっちも、あれもう人が悪いわ。あれも誰かが注意してあげないと。あれはね、まあ、しょうがないですよ。横分け、完全横分けにして、うん、で、ちょっとこのコーム入れてたから、うん、より、倍ハゲて見えた。いや、言ったところでしょうがないじゃないですか。いや、ネタやってる時はまだそんなに分かんなかったのよね。その後、うん、タモさんと、トークしてる時がもうトーク入ってこないのよ。うん、なぜなら、ハゲすぎてるから。ハゲすぎてる。いや、ハゲ、ちゃんと治療して、ハゲ散らかしすぎてんだって、お前。お前、あれ、絶対に誰かに注意してもらわないと、絶対ダメなとこだった。まずタモさんに失礼だよ、お前。そんなことないよ。いやいやいや、なんで俺が、ハゲ散らかしてることがタモになるの？
失礼やねん。めちゃくちゃ失礼だよ。お前、タモさんが日テレな、あの、行列出たけど、久々だよ。そうよ。久々にぐるナイまで、ナイナイの冠に出てくれたのに、ね、うん、そのタモさんの前でハゲてるって、最悪だぞ。タモさんはでもほら、俺を見てな、ハゲてるとも一言も何も言えない。いやいやいや、だからそれはタモさんだからよ。いくつになったって言われただけや。だからタモさん、それが答えだよ。ハゲ散らかしてる。ハゲ散らかしたな、岡村隆史。いくつになったっていうことだよ。お前いくつになったって言われて、50ですって言ったら、50か。それしかあの人は言わなかった。いやだから俺がどんだけハゲ散らかしてて。だからそれが答えじゃねえかよ。50かっていうことがタモさんの優しさだろう。これはだから、お前、これ失礼すぎるぞ、タモさんに、マジで。なんで、なんで？いやいや、ハゲ散らかしてんだよ。お前な、大先輩がお前の番組に出てくれてんのに、あんな髪型で、な、ほんなタモさんも自分もネタにした。おい、ちょっとそこまで、俺が悪い。お、謝る、俺が、怠った。そうだろ。謝れ、謝れ。その、俺が、髭の治療を怠ってた。怠ってただろ。僕、この間行ってきたんだから。いや、そうだろ。行ってきて、先生。お前な、髪猿でも、ひどいぞ。ひどい。そう。ひどいの最上級。旅猿はまだいいよ。もう、冷やしロリンとかだから。タモさんでの前でハゲちゃダメだよ、お前。これは俺も分かってんね。あの、ちょっと息ってな。パーマかけたんや。うわ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 。そのパーマかけたんが、ちょっとやっぱり、あの、ハゲ散らかす。うわうわうわ。火付けに。何のためにパーマかけんだよ。今更。ちょっと薄くなってきたから、ここに、ボリューム持たそうと思って、ハゲてきたからボリューム持たそうと思って、パーマ当てたら結構、そう、あの、きつめに当たってしもて、それで多分ちょっと髪の毛が傷んだのか、なんかわからんけど、みるみる髪の毛が抜けていって、この間、あの、主治医のとこに駆け込んだ次第です。で、主治医の先生は何つってたの？サボってますね。ああ、はい。ちゃんとあの、来てくださいって言われましたから、ちょっとこの散らかしてんのもうちょっとしたらこう収まってきますから。これ、でも出川さん、近くにおったら、うん、まあスタッフもそうやけど、自分わかってるのわかるから、うん、もう言われへんねん。わかっててこうなってるから。わかってるけど、ほら、あれはやっぱさ、さすがに失礼じゃん。タモさんに。やっぱ、謝りに行くわ、そしたらタモさん。謝れ、タモさんに。マジで、マジで。すいませんでしたと、ハゲ散らかして。ちゃんと家に行けよ、お前。ちゃんと家に行けよ、マジで。おい、行くわ。ハゲ散らして申し訳ございませんでしたって。もう、だからもう来ないしてな、もう。そう。頭皮見せへんように来ないしてな。えらいすんまへんでしたって言う。出川さん、生き生きしてる。ハゲいじりめっちゃ好きやね。めっちゃ生き生きしてるな。こんな出川さん珍しい。ほんまにあんたがな、すげえ、薬飲んでるやろって言わへんかったら、こんなバレへんかってんからな、俺も。一番最初な。一番最初、ラジオに飛び込んできて、お前、薄毛の治療してんだってな、薬飲んでって、生放送でバッ言うから。あ、そうやったっけ？そうや、それで全部バレたんや。そう。すっげえ怒られたもん、その後。その後飯行った時に、お前、それちゃうやろってすっげえ怒られたもん。しょうがない。事実やからな。それと同じこと浜口に言うから。ああ、浜口すっごい顔してたな。お前がそんな余裕しゃくしゃくで、なんか喋ってんだよ、お前が上から目線でよ、おい、こそ。行けよ。行けよ、だって俺が言ってたセリフだよ、お前よ。俺がずっとお前がもじもじ、もじもじしてっから、行けねえのかよ。行けねえのかよ、お前。行けねえのかよ、お前。行けよって俺が言ってたセリフだよ。何にもできねえでよ、お前。電話番号も聞けねえでドキドキしてたやつがよ。今日だけはいいだろ。ゴルフ場のレストランのお姉さん聞くときもドキドキしてどうしようか聞いちゃおうか。聞いた方がいいのかな。でも断られたらどうしようとか言ってた小僧が。ちくしょう。なんで行けなくなったんすかね。変わっちまった。変わっちまったし、今日からまた、変わんだよ。腹立つわ。今日泣くんだよ。なんかお前上からだよな。なんか自信に満ちてるよな。自信がなくなったもんな。おめえが自信失ってるからだろ。ちくしょう、こんなハゲ小僧によ。誰がハゲ小僧やねん。ハゲてたくせによ、お前なんてよ。バカ野郎。いやいやいや、お前なんてもうハゲてもうビー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 言ってよ。そんな野郎が今自信に満ちて毛も生えちまったな。足りねえな。どこ行っちまったんだ、あの岡村隆史は。あんたに薬飲んでったってねって言われなけりゃ、黙って生やしてたんだよ。出川さん、はい、帰ろう。
帰って抱いてこいよ。そう、今日帰ろう。抱いてくるわ、マジで。うん。この時間起こして、何よって言われても。日本放送にはいいけど、俺らにはメールくれ、ちゃんと。わかった、わかった。いいんだ、抱いたよって。抱いたが、それから来年この結果言いに来るわ。はい。はい。出川さん、今年もありがとうございました。ありがとうございました。頑張れよ、出川。頑張れ頑張れよ、大丈夫。あと明日、明日、明日。お前らスタジオらしいじゃねえかよ、お前。お前、お前。